ッキー、西室から前線にボールが送り出されていくエリアの中にはパブロがいるぞ、いやシュートだー、決まった。佐々木陽次です。富山の先制は佐々木陽次、富山県出身、故郷に錦を飾りたい佐々木陽次。カターレ富山のホーム開幕戦初ゴールを決めました。今シーズンの新戦力です。パブロが背後に詰めてきているところを佐々木が決めました。自分で持ち込んでいきました。